はい、静かに。非常勤講師の望月凛だ。いきなりだが、君たちは1日に何時間スマートフォンを使っているだろうか。わかりません。高校生がスマートフォンを使う時間は1日平均4時間で年々増え続けている。1日4時間も？ああ、勉強していてもツイッターや LINE の通知、新しいニュースや動画が気になって自分のやるべきことに集中できていない人も多いはずだ。確かに最近お風呂でもトイレでもずっとスマホを使ってます。そうだろう。見たからってどうなるわけでもないが、なんとなく見るのをやめられない。だからってスマートフォンを壊すわけにもいかない。こんなに便利なものはないからな。はい、その通りです。だからスマートフォンとうまく付き合っていく術を学ぶべきだ。この本は世界中の人々から時間を奪ってきた張本人である Google のエンジニアと YouTube のエンジニアの2人がスマートフォンから時間をどう守ればいいのかを教えてくれるものだ。今回の講義を聞けば君たちとスマートフォンの付き合い方が変わることだろう。それでは早速この本を解説していこう。まずはなんでみんながスマートフォンに釘付けになってしまうのかを説明していく。はい。勉強の途中で LINE や Twitter の通知が来たらどうする？勉強を中断してスマートフォンを見てしまいますね。そうだろう。 SNS は意志の力では対抗できないんだ。やめようと思ってもやめられないってことですか？ああ、そうだ。なぜですか？私たちの本能を刺激するからだ。本能？ああ、太古の昔、人間は危険から身を守るために注意をあちこちに向けるように進化した。その注意力は近くに忍び寄る虎、ベトベトの沼、倒れそうな木から身を守るのに非常に役に立った。その本能は今も健在だ。だがそのおかげで SNS の通知が来ると私たちは無視することができないんだ。絶対に気になってしまう。なるほど。忍び寄る虎が SNS の通知なのか。ああ。そしてもう一つ厄介なのが、私たちは予測できない見返りを喜ぶように進化しているということだ。予測できない見返りを喜ぶ？ああ、昔の人間は狩りがうまくいかなくてもいつか大きな獲物や果実を手に入れられるという期待を持ってずっと狩猟採集を続けることで生き抜いてきた。へえ。それがツイッターのいいねの数だ。もしかしたら自分のツイートに3万いいねついてるかもとか、もっと面白いニュースが見れるかもという期待感があるから LINE や Twitter などの SNS を見続けてしまうのだ。つまり SNS はシンプルだが、人間の脳みそを完全に刺激するように作られているんだ。ああ、なるほど。怖いな、それ。Instagram も Twitter も YouTube も、すべて頭のいい人たちが、どうすればたくさんのユーザーに見てもらえるのか考えて作られている。だから気になる動画をおすすめされるし、ニュースはできるだけ恐怖や不安を煽ってくる。見ないわけにはいかない。その結果、1日に大量の情報を頭に入れることになる。頭はパンパンで疲れているが、それでもどんどん SNS を見てしまうというわけだ。こういった理由で SNS は意志の力では対抗できないようになっているんだ。なるほど。知れば知るほど恐ろしいな。もちろん SNS を作っている会社は悪者じゃない。企業はみんなの生活をより良くするために便利なサービスを作っている。だがあまりにも便利で依存度が高くなりすぎてしまったというわけだ。そこでスマートフォンに支配されないために、まず1つ目、 SNS の通知をオフにしてほしい。通知をオフにする？ああ、 SNS の通知は味方じゃない。あれは時間泥棒だ。通知のうるさいスマートフォンは泣きわめく赤ん坊のようなものだ。何かあるたびに泣きわめいて君たちに構ってもらおうとしてくる。そして君たちから勉強ややりたいことの時間を奪うんだ。自分の子供ならまだいいが、スマートフォンごときがうるさいのは問題外だろう。確かにそうですね。それに LINE とか Twitter の通知が来てすぐに見なければ困ることなんてないだろう。まあないですね。とにかく新しいアプリを入れた時に通知を許可しますかと聞いてきたら迷わずいいえを選んでくれ。ちなみに勉強や仕事を始めてから1時間くらいしてやっと人は集中して物事に取り組むことができるんだ。その間に SNS の通知が来たら集中力が落ちてしまうのは言うまでもない。なるほど。そう考えると通知は諸悪の根源だな。消しとこう。そうだ、迷わず全てのアプリの通知をオフにするんだ。2つ目は SNS を使ったらログアウトするだ。ログアウトか、めんどくさいですね。ログアウトするってことは毎回ログインするたびに
にメールアドレスとパスワードを入力するってことですか？ああそうだ。なぜですか？あまりにも SNS が便利すぎるからだ。便利すぎる？ああ1タップするだけで簡単に見られるだろう。だからこの便利すぎるものと付き合っていくために少しだけ不便にする必要がある。あえてスマートフォンを不便にすると？ああそうだ。気が散るスマートフォンから気が散らないスマートフォンに変えるんだ。 SNS を使い終えたら毎回ログアウトして、ログインするたびにパスワードやメールアドレスをいちいち打ち込むんだ。まるでオートマチックの車からマニュアルの車に乗り換えるみたいに、あえてめんどくさい作業をするんだ。そのうちログインするためにメールアドレスを打ち込む途中で、めんどくさいし SNS は見なくていいかと思う日が来るはずだ。もちろん自由に SNS を楽しむのは構わない。だがやらなければならないことをほったらかして SNS をするなんてことがないよう、毎回ログアウトするんだ。なるほど。3つ目に、朝にニュースアプリや SNS を使うのをやめるだ。目が覚めたら Twitter やニュースばっかり見てます。まあほとんどの人がそうだろう。でも新しいニュースを見るのはいいんじゃないですか？いや、それもやめた方がいい。え、なぜですか？ニュースを見るのはかなりデメリットがあるからだ。デメリット？ああ、いいか。ニュースというのはほとんど悪い知らせだ。不倫、事故、汚職、犯罪、災害。言われてみれば。こんな悪いニュースを朝一で見続けて気がめいらない人はいない。そもそも一晩経てば世界は何かしら変わってるものだ。誰かが死んでるし、誰かが浮気してるし。でもそんなの知らなくたって何も困らないだろう。ああ、そうですね。実際に私は小一でニュースを見ているが何も困らない。嘘だと思ったら1週間ニュースを見るのをやめてみればいい。本当に何も問題ないはずだ。でも大事なニュースもあるじゃないですか。知らなきゃいけないことは週一でニュースを見ておけば大体わかる。一旦このニュースから抜け出せれば清々しい気持ちになれるはずだぞ。それに朝一のフレッシュな脳でネガティブなニュースを見るのはもったいない。なるほど。朝目が覚めてニュースを見るのは時間の無駄だからやめるんだ。四つ目は、メールや SNS のアプリをスマートフォンから消してみることだ。無理です、無理です、絶対に無理です。まあ後で気が向いたらさアンインストールすればいい。とりあえず消してみろ。無理です。それができないのならホーム画面のアプリを一列にするのをおすすめする。一列？ああ、こんな風にとにかく余分なアプリを消して使うアプリを最小限にするんだ。もちろん Google マップとかカレンダーとかは消さなくてもいいぞ。依存性が高くないからな。ほら、テスト勉強中に Google マップが見たくて仕方がないって人はいないだろう。確かに依存性の低いものは残しても大丈夫ということですね。そういうことだ。スマホのホーム画面を一列にすることでスマホを見るたびにあれもこれもと他の SNS をチェックせずに済む。なるほど。覚えておいてほしいのは、意思ではスマートフォンに勝てない。意思ではなく環境を変えるんだ。さて、次はやるべきことに集中する方法を説明していく。SNS の支配から逃れることができたら時間がたっぷりできるはずだ。だって1日4時間もスマートフォンを見てるんだからな。はい。その作った時間を自分がやるべきことに使うんだ。その方法として、毎朝最優先事項を決めてほしい。最優先事項ですか？ああ、その日の夜に今日はどんな1日だったと聞かれた時に、こんな1日だったよと言えるようなその日の最優先事項を一つだけ決めるんだ。一つだけだぞ。一つだけか。ああ、それは本を一冊読んだ日でもいい、家族と食事をした日でもいい、苦手な部分を勉強した日でもいい。とにかく朝に毎日たった一つの問題に集中して取り組むと決めるんだ。家族で食事と勉強するはかなり差がある気がするんですけど。優先すべきことは自分の直感に従って決めるといい。今日はリラックスしたいから温泉に行くことを優先事項にしてもいいし、テスト勉強をするのを優先事項にしてもいい。自由だ。自分の直感を信じて決めてくれ。だけどもし優先事項を決めたら、何があってもその優先事項をずらしてはいけない。誰かが電話してきてその時間に会いたいと言ってきても断ることだ。優先事項はずらしてはいけない。死守するんだ。はい。これは実際にあの Google の社員がやっている方法だ。とにかく一日の初めに優先度の高い目標を一つ決めて動き出す。そして寝る前にメモを取ってほしい。メモ？今日はどんな一日だったか、優先したことはできたのか、何に喜びを感じたのか、 SNS を使わないことでどういう変化が起こったのか。違和感を感じればどんどん改良していけばいい。
最後は休憩についてだ。人間は90分以上集中すると必ず休憩が必要になる。そうなんだ。もし休憩しないとどうなるんですか？無理に90分以上集中するとその日はヘトヘトに疲れて仕事にならない可能性が高い。へー。だから90分集中したら15分ほどコーヒーを飲んだりして休憩してほしい。また散歩を20分してリフレッシュするのもいいぞ。できれば公園で緑を見ながら歩くと認知力が 20% アップすることが分かっているのでおすすめだ。あと甘くないカカオチョコレートを食べるのもいいぞ。間違っても甘いチョコレートを食べてはいけないぞ。え、甘いものって悪いんですか？糖分は素早いエネルギー補給にはなるが高いエネルギーを維持するのには役に立たない。まあスタバで甘いジュースを飲んで寝ている学生を見ればわかるだろう。確かにそうか。さてまとめだ。SNS は意志の力ではどうにもできない。アプリの通知をオフにする。 SNS を使い終わったらログアウトする。一日の初めに優先度の高い目標を一つ決めて動き出す。90分集中したら休憩するだな。今日やった講義内容を実践すれば SNS の支配から逃れられるはずだ。そして空いた時間で自分の人生を充実させてほしいと思う。はい、望月凛です。今回は若手ジャーナリスト賞などを受賞したこともあるライターのオリバー・バークマンさんの書かれた限りある時間の使い方を解説していきます。この本は一言で言うと限りある時間をできるだけ有効に使う方法を教えてくれる本だ。一つ目は時間を効率的に過ごすことばかりに心が奪われすぎているだな。誰もができるだけこの限られた時間を有効に使いたいと考えていることだろう。そうですね。そのため私たちは今効率的に時間を使わないと気が済まなくなっているのだ。効率的か。そうだ。より短い時間で多くのことを学び、多くの動画をチェックし、多くの仕事をこなしたいと思っているのだ。たまに暇ができると慌ててネットフリックスやアマゾンプライムビデオで映画やドラマを見たり、SNS やニュースをチェックしたり、ゲームをして時間を潰そうとする。移動中も常に AirPods をつけて何かを聞いている。確かに暇ができると時間が無駄な気がするので、すぐに何かやることを入れちゃいますね。うん、そうだろう。人は暇を恐れて何かで時間を埋めようとするのだ。確かにそうです。でもなんで僕たちはこんなに必死に暇を潰そうとするんでしょうか？うん、よく聞いておくのだ。それは目の前の何かに没頭していれば現実的な問題から目を背けられるからだな。現実的な問題？そうだ。例えばある30歳の女性が結婚して子供を作りたいと思っているとしようか。え、ああ、はい。だけど出会いもないし、いい人もいない。おまけに勇気もないし、美容に気を使うのも大変だ。ダイエットもしないといけない。婚活に行くのもめんどくさい。はい。このように自分の願望を実現しようとするとたくさんの現実的な問題にぶち当たる。これは非常に辛いわけだ。そうですね。だから現実的な問題から目を背けるために私たちは今何でもいいからやるべきことを見つけ出して暇を潰し考えないようにして本来自分がやるべきことから逃げている人が多いとこの本は指摘しているのだ。おいおい、すごいこと言うな。あ、でもそれはあるかもしれないですね。僕も給料が少ないので副業をしようと思ってるんですけど、何をすればいいのか考えるのがめんどくさくて結局ゲームしちゃうんですよね。そうすれば考えなくて済むので。うん、そういうことだ。だがそうやって現実逃避をして本来やるべきことができていないと気づいた頃には4000週間の後半に差し掛かり、やりたかったことを達成する時間はなくなる。42歳になってから結婚して子供を作りたいと思い出してもすでにタイムオーバーというわけだな。そうですね。現実逃避をしたことで最も恐れていた現実がやってくる。そしてなんでどうでもいい映画やドラマ、SNS ばかりに時間を使ってもっと大切なことに時間を使わなかったのだと後悔するわけだ。なるほど、リアルだな。さてここで言いたいことは、本来やるべきことに向き合うのが怖くてどうでもいいことばかりを効率的に処理して時間を過ごしていないかという鋭い指摘だ。そしてこれがこの本のメインテーマになる。ぐえ、確かにそうかもしれないですね。うん、別に映画やドラマ、SNS を見たりして暇つぶしをするのが悪いとは言っていないぞ。私もするしな。ただそれはまず自分が達成したいと思っていることに時間を使った後だ。次は全部できるという幻想を捨てて目標を絞るだな。さてということで、まずはあれこれとやることを詰め込むのではなく、一度立ち止まって暇を作り、カフェにでも行って自分が本当に人生で達成したいと思っていることを紙に書き出してみるといいだろう。はい。
今まで忙しさにかまけて忘れてしまっていた本当は達成したいと思っていたこと、ずっとやりたいと思いつつ尻込みしていたこと、ずっと先延ばしにしてしまっていたことを書いていくんだ。わかりました。ちなみに何個書けばいいんですかね。この本ではまず人生で達成したい目標を25個くらい書くことをおすすめしている。25個か、結構多いな。25個もないのなら10個でもいいぞ。とにかく書けるだけ書いてくれ。はい。その後に最も重要な目標を5つだけ選ぶのだ。そしてその5つの目標を達成するまで他の目標には手をつけないと決めることだ。上位5つだけか。そうだ。もしやりたいことリストの優先順位の6位に旅行やゲームがあったとしても今はやらない。やりたくてもやらない。やりたいのに。そうだ。なぜなら人生はたったの4000週間しかないからな。そうでした。今の私たちに必要なのは選択肢を増やすことではない。選択肢を減らして迷いを捨てて行動することだ。それにいくらやりたいことを決めて上手に時間を管理したってやりたいことを全部叶えることなんてできやしない。それはプロゲーマーを目指しながら美容師をして本を執筆しつつ婚活するくらい不可能なことだ。そうやってなりたい自分になれず目標のほとんどを達成できないまま私たちは死ぬ。はい。だから明確で決して揺らぐことのない1位から5位の目標だけに集中するのだ。そして1つでも目標を達成できたら6位にやりたかったことを5位に繰り上げて実行していく。まずは暇な時間を作って自分の本当に達成したい重要な目標を5つだけ見つけてくれ。次は自分の時間の取り分を取っておくだな。自分の人生で達成したい目標を5つ見つけることができたとしようか。はい。当たり前だがその5つの目標の達成に向けて時間を使うのが有効な時間の使い方になる。とはいえいやいや時間がないんですよという人もいるだろう。まあいるでしょうね。でも実際僕たちは毎日8時間働いて恋愛して SNS をやって映画やアベマとか YouTube を見ているんだから時間はないですよ。そうだな。そこでこの本ではまず自分の時間の取り分を取っておけと書かれている。自分の取り分？ああ、つまり1日が始まったらまず達成したいことに時間を使えと言っているのだ。これは給料をもらったらまず達成したいことのためにお金の取り分を確保しておけというのと同じ考え方だ。ほう。例えば15万円という給料が入ったとしようか。はい。もし1億円の資産を作るのが夢なのであれば給料が入った瞬間に5万円を投資に回しておくイメージだな。なるほど。そうすれば後でお金が足りないと感じなくて済む。日々の買い物をするときも最初からその5万円がなかったかのようにやりくりできる。それをスタバでちょっとコーヒーを飲んだり漫画を買ったり Uber Eats にお金を使って最後に残った分を投資しようなどととぼけたことを考えているから月末に投資に回すお金がなくなってしまうのだ。確かに。今は分かりやすいようにお金で説明したが時間も全く同じだ。大事なことを後でやろうと思うから私たちはあれこれと映画や SNS、 仕事、残業、ニュースのチェック、ゲーム、YouTube などほぼどうでもいいことを無限に見つけてきて時間をちょこちょこと使ってしまい最後には本当に大事なことをやる時間が残らなくなってしまうのだ。分かりやすい。確かにそうですね。このように大事なことが分かったらそれにまずお金や時間を使うのだ。そしてお金はともかくとして時間は今が一番多い。確かに。つまり自分の達成したい上位の5つの目標の中に結婚したいという願望があるのなら今時間があるうちに動き出すことだ。もし作家になりたいと思っているのなら今日から執筆に時間を使うことだ。創作活動でも恋愛でも確実にそれをやり遂げるための唯一の方法は今まだ時間があるうちにそれを今すぐに少しでもいいから実行することなのだ。わかりました。大事なことなのでもう一度言おう。残った分を使おうと思っても絶対に余らない。時間もお金もまず最初に大事なことに使うべきなのだ。次は短時間でいいから毎日コツコツやるだな。今すぐに動き出せとさっき言ったわけだがそれでいきなり毎日8時間、10時間勉強しようとする人がたまにいるだろう。はい。だがそれはあまり良くないな。え、そうなの？ああ、まずは少しだけ始めてみるんだ。少しだけでいい。少しか。ああ、いきなり大きなことをしようと思っても失敗して嫌になってしまうからな。それに実は結果を出す人はほんの少しの量を毎日コツコツ続けていることが分かっている。へー。これは心理学者のロバート・ボイス先生が多くの学者たちの執筆習慣を長年研究して分かったことだ。結果を出す人はほんの少しの量を毎日コツコツ続けているのだ。焦らない。とにかく結果を焦らない。
一日の成果が少なくても毎日コツコツ取り組んでいる。また意外なことに結果を出す作家は一日のうち執筆時間は短ければ10分程度、長くても4時間を超えることはなかった。意外と短いんですね。そうだ、短いけど毎日やることが大切なのだ。これが成功への近道になる。逆に結果が出ない人は早く結果を出したいという欲求に駆られて早く仕上げたりやりすぎてしまうことが多かった。そして思い通りにいかないと、ある日は書くのをサボり、またある日は焦って一日中ひたすらに書きまくる。そして結局やめてしまうんだ。なるほど。だから少しだけ始めるのがいいだろう。また心理学者のロバート・ボイス先生は、大事なのは一日に割り当てた時間が終わったらすぐに手を止めて立ち上がることだと言っている。割り当てた時間？そう、たとえエネルギーがまだ有り余っていてもそれ以上はやらない。勉強に50分間取り組むと決めたら絶対に51分はやらない。次の日にやりたくなくなる可能性があるからだ。なるほど。こんな風に自分が達成したいと思っている目標に向かって時間を決めて、ほんの少しの量を毎日コツコツ続けることが大事だということを覚えておいてくれ。わかりました。それが終わったら SNS でもドラマでも自由に見ればいい。次は完璧主義を捨てて動き出そうだな。よく言われていることだが、完璧主義もまた大きな先延ばしの原因になる。完璧主義か。確かに大きな理想を抱くと動けなくなってしまいますもんね。そうだ、例えば作家になるという夢を持って文章を書いていたとしようか。あ、はい。なんとか書き上げたその作品は自分が思っていた理想とは程遠い状態だろう。簡単に思えても実際にやってみるとうまくはいかないものだ。そうですね。自分の歌とかも録音して聞き返すと下手くそですしね。うん。そこで完璧主義の人はやっぱり自分には才能がないのではないか、相手に評価してもらえないのではないかと不安になって行動を先延ばしにしてしまうのだ。そうやって自分の中で完璧になるまで行動しないという考え方を持ってしまうと、何年も何十年も行動できないまま SNS やニュースで現実逃避をして時間だけを無駄に過ごしてしまう。それはよくわかりますね。でもやっぱり怖いんですよ。今って Twitter とかですぐに批判されちゃいますしね。うん、そもそも私たちは決して完璧ではないし、どれだけ時間をかけても完璧になることはない。え？それは100点の映画や100点の料理がないのと同じだ。まあ確かにそうか。ああ、自分も相手も必ずどこかにアラがあるものなのだ。だからいつか100点の完璧な状態になったら行動しようとか、100点の状態になったら作品を公開しようと思っていたら死ぬまで行動できないというわけだ。完璧を目指して準備をしていたら一生その準備は終わらないんですね。うん、そうだ。だから大事なのは時間制限を決めて、その時間内でできるところまで準備したら勇気を持って行動することだ。その時間でできることをやる。自分で決めるとどうせ先延ばしになるという人は時間に決めてもらえ、決めた時間が来たら動き出すのだ。例外はなしだぞ。わかりました。次はスマホの機能を必要最低限にするだな。これはスマホに時間を吸われないように注意しろという話だな。確かにスマホはよく見てしまいますもんね。ああ、しかも SNS やニュースサイトには目を見張るような美女や可愛いペットの写真に残虐な映像、悲惨なニュース、面白いショート動画など大量の刺激であふれ返っている。そこに退屈は存在しない。そりゃ気分の乗らない仕事や勉強をしている時についついスマホの誘惑に駆られてしまうのも無理はないだろう。はい、僕もちょこちょこ見てしまいますね。うん、毎日スマホを何時間見ているのかをチェックすると愕然とすることだろう。正直自分が一日にどれだけスマホを開いているのかは怖くて見たくないですよ。うん、ここに時間を吸われるのはかなりもったいない。なんとかスマホを必要以上に見ないようにしたいんだが、どれだけスマホを見ないように根性で我慢しても3日後にはこのスマホの魅力に負けてしまうだろう。そうですね。それくらいスマホは魅力的なものなのだ。そこでスマホの機能を最低限にすることだ。最低限って？この本ではSNS とメールのアプリを削除することをおすすめしている。実際にやってみたがかなり気持ちに余裕ができるぞ。へえ。特にメールのアプリを削除するのはかなり気持ちがいい。でもメールが見れないと困りませんか？うん、それはパソコンで見ればいい。ああ、パソコンでは見てもいいんですね。もちろんだ。例えるのなら家の真横にコンビニがあるからいろいろと買ってしまうわけだ。もし家から距離が300メートル離れたところにコンビニがあれば、めんどくさくて買いに行く機会が減るだろう。確かにそうですね。
このように今のスマホはワンタッチで情報にアクセスできるのが問題なのだ。それを少し不便にしてやればいい。まずは SNS とメールのアプリをスマホから削除して少し不便にしてみよう。そうすれば注意力をスマホから自分の目標達成に注ぐことができる。スマホに使われるのではなく、スマホを使う側になるのだ。次はできなかったことではなく、できたことを意識するだな。さて、自分の目標に向けて行動していくと当たり前だが、できなかったこともたくさん出てくるだろう。そうですね。そうするとあれもできていないし、これもダメだったと落胆したり自己嫌悪に陥ったりする。一日ならなんとか乗り越えられても、そんな日が1ヶ月も続くと頑張っても意味ないんじゃないの、もういいやと立ち止まってしまうことも多い。現実は結構厳しいですからね。実際に全てを諦めちゃう人ってたくさんいますよ。こうした負のサイクルへの対抗策として、毎日やったことリストをつけておくといいだろう。やったことリスト？何ですかそれ。メモ帳に今日一日に達成したことを記入していくというシンプルな方法だ。最初のうちは散歩をしたとか、コーヒーを入れたとか、サウナに行ったといったごくごく簡単なものから、早起きできた、筋トレできた、知らない人に自分から声をかけることができた、4時間以上勉強できたという少しハードなものも書いていく。するとメモ帳を見返した時に、今朝は何一つやっていない状態だったのに、こんな多くのことをやり遂げられたぞと感じられて、ポジティブな気分になれるのだ。なるほど。そうすれば徐々にできなかったことではなく、できたことを意識できるようになるだろう。確かに、小さくてもできたことを意識しないと人生ってどんどん辛くなっていきますもんね。そうだ。このように紙のメモ帳に毎日できたことを書いていくと、一日に意味があると思えるようになる。次は誰かと一緒に過ごすことに時間を使おうだな。これまで自分が本当に達成したい目標に向けて時間を使う方法を説明してきた。はい。だが一つ、これだけには絶対時間を使うべきだということがある。それが誰かと時間を共有することだな。時間の共有？友達と遊ぶとか、彼女と一緒にご飯を食べるとかですか？そうだ。そこへの時間は積極的に使うべきだろう。でもそんなことすると自分の目標を達成する時間が減ってしまうんじゃないですか？確かにそうかもしれない。ですよね。だが誰とも一切関わらない一人ぼっちの人生にはあまり意味がない。電話も自分一人が持っていても意味はないだろう。他の誰かも持っているからこそ電話にも価値が生まれるのだ。また SNS も自分以外の人とつながるからこそ価値が生まれる。自分の人生も誰かとの関わりの中で価値が生まれるのだ。だからこの本では、時間を意味のあることに使うためには、友達と遊んだり、デートをしたり、子供を育てたり、ビジネスを立ち上げたりして、他人と一緒に時間を過ごすことをおすすめしている。他人と一緒か。そうだ。時間が大切だからこそ、積極的に誰かと時間をシェアすると豊かになれるのだ。昔の人が罰として島流しにされたのは、誰ともつながれない一人ぼっちがあまりに辛いからだろう。そう考えると、一人ぼっちでは何時間あっても苦痛なだけかもしれないな。なるほどな。だから時間がもったいないからといって人との付き合いは減らさない方がいいぞ。自分の目標達成に向けて時間を使いつつ、誰かと時間を共有することを忘れないことだ。最後は問題がある状態を楽しむだな。目標の達成に向けて動き出すと、必ずミスやトラブル、問題が起こることだろう。だがその問題を楽しむのだ。問題を楽しむ？それは無理ですよ。貧乏とか孤独とか、ブラック企業で働くとか、親との絶縁とか、病気とか、誰もがそれぞれ本気で辛い問題を抱えて悩んで生きているんですよ。だが何の問題もない状態なんて一生やってこないぞ。結婚したいのに結婚できないことが自分の問題だとすると、たとえ結婚できたとしても、また違う問題を見つけ、そして離婚すればまた違う問題を見つけるのだ。このように問題は永遠に続いていく。だから問題が何もない状態になりたいなんて幻想を捨ててしまえ。そもそも問題とは何か。それは自分が取り組むべき何かだ。取り組むべき何か？モンスターハンターのクエストみたいなものだな。もし取り組むべき問題が何もなくなったとしたら、人生は全く味気のないものになるだろう。それはモンスターハンターで言うと、モンスターが一匹もいなくなり、クエストもない状態だ。それはそれで問題だな。今自分が抱えているその問題は、自分にとってはおそらく時間をかける価値のあるクエストなんだ。だからその問題をクリアしていく過程を楽しむのだ。時間をうまく使ったといえる唯一の基準は、限られた時間と能力の中で自分に与えられた問題に対してやれるだけのことをやったかどうかだけだ。
まとめだな。人生はたった4000週間しかない。時間を効率的に過ごすことばかりに心が奪われすぎている。全部できるという幻想を捨てて目標を5つに絞る。まず自分の時間の取り分を取っておく。1日10分でもいいから小さな行動をコツコツ繰り返す。完璧主義を捨てて動き出そう。スマホの機能を必要最低限にする。できなかったことではなくできたことを意識する。時間を有効に使いたければ誰かと一緒に何かをしよう。問題がある状態を楽しむだな。この本自体はいろんなことを詰め込みすぎて言いたいことがブレたりしているのでかなり要約したつもりだ。確かに盛りだくさんでしたね。うん。それにしても確かに僕たちは自分が本当に達成したいことを忘れて SNS や YouTube を見たり音楽を聴いたり映画やドラマを見ているのかもしれないですね。うん、そうだろう。だから一度時間を取ってカフェにでも行き、自分は本当は何がしたいのかを考え直し、そこに向けて限られた時間を使うことだ。はい。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。